ツイキャス始めます、アロマの活用、好きなアロマ、アロマの活用法、はい、では1分前ですね、はい、見えます？あれ初めてじゃない？ひできか猫。あ、ゆりんだ。じゃあ間もなくです。はい、10秒前、BGM からいきますね。はい、ではマイクかけます。皆さんこんばんは。2月12日月曜日、時刻は8時ちょうどになりました。私たちの元気の源、美女の掟の時間です。この美女の掟は、沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。今日のパーソナリティは、メイクアップアーティスト、私みつーこと大城みつよ、はい、かけごっこハウスの池原理恵でお送りします。はい、今日は2人で、お届けいたします。はい、はい、ユーリンとみっちゃん2人はツイキャスで お届けいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、告知の方ございますでしょうか。はい、ですね、もう火曜日、うん、水曜日、バレンタインですね。で、毎年やってるんですけど、コケゴッカハウスで、ちょこっとチョコをプレゼントを、はい、してます。で、あとですね、はい、あれは、GoTo 沖縄をやってたお店なのかな、ちょっと、レシートを写メで送ったら、なんか美味しいものがさらに当たるっていうキャンペーンがあるんですよ。2月から始まってて、はい。で、コケゴカハウスでも、その対象店になってます。で、多分、結構、この GoTo 沖縄、GoTo イートだ。うん、そうそう、はい。それをやってたところは多分対象店になってると思うので、はい。ぜひぜひ参加してください。はい、美味しいの買って、また美味しいのが当たるっていう、はい。美味しい企画があります。今月いっぱいですね。はい。はい、ぜひぜひ、はい、ご来店ください。はい。はい、先週ですけど、どう過ごされましたでしょうか。はい。ゆりんもね、みんなもよろしく。はい。何してました？私何してたかな仕事ばっかしてた。うちの息子が、なんかノロウイルスかな、ちょっと柿をあげたら、ちょっと当たってしまって、私当たりやすいの食べないんですよ。うん、息子好きだから、あげたら、見事に当たってしまって、学校で沖縄そば打ち教室をやったんですけど、それ、の最中に気分が悪くなって、はい、早退しちゃいました。私役員でちょっといっぱい仕事あったんですけどごめんなさいっつって、もう息子と病院に走ってっていうことに、はい、ありがとうございました。大事にしたらないで、はい、ね、もう一日ちょっと吐きまくったんですけどはい、翌日にはちょっとね、ちょっとずつ食べれるようになって。で、最近ね、はい、風邪も多いしね。そうそう、多いですね。で、ちょっと、あと私、うちのスタッフにも、ちょっと内地で研修中にノロにかかった子がいて。だから、流行ってるのかな？何なのかな？みたいな。
うちの子はおそらく牡蠣でしょう。でも感染の線も、うん、あの捨てきれないっていうか。だからまたコロナもね、順番っていう感じでね、うん、なんか沖縄となんか大阪は対象外みたいな、うん、そうなんですね、なんか珍しいですよね、うんうん、沖縄は割とね、いつもね、あの多い感じがあったので、そうそう、はいはい、びっくりですね、なんか守られてますね、って感じですね、はい、はい、私の方はですね、うん、まあね、先週はね、ちょっと収録だったんでね、はい、なかなか、なんかね、ですけど、私の方ね、カラオケ、あれ見ました？カラオケ？私のフェイスブック。あ、見てない。見てない？はい。カラオケ行ったんですか？あの、まあ、みつこさんの、ね、ライブショーを見に行って、帰りにですね、まあ、二次会でちょっとカラオケ行ったんですよ。私、いつもは歌わないですよね。はいはい、なんですが、うん、ちょっとね、ある先生、はい、ちょっと歌の先生と一緒ご一緒させていただいて、うんうん、なんか歌はね、あの 声とか、うん、なんか声が汚くてもいいんだよみたいなね、そんな感じに言われて、声が綺麗じゃないとなんかね、なんか歌ったらダメなのかなみたいなのがあったんだけど、いやいや全然とか言われて、それで、うん、歌いました。あ、やった。したらなんか、うん、初めてじゃないかな、あんだいっぱい歌ったの。あ、そうなんですね。そうそう、すごく。みつさん、あんまり歌わないから、うん、あんま上手じゃないのかなと思ってたら、一回私聞いたことあるんですけど、結構上手で、えと思って。いやいや、それはない。あ、ほんとほんと。声も、このハスキーボイスが、ちょうどいい感じで、ありがとうございます。私は、楽しくなりました。だから、はい、と思って。ぜひぜひまた、そうそうそう、今度一緒に行って歌ってください。ぜひぜひ。はい、ぜひ。はい、お願いします。なんかね、なんか毎日楽しくなったっていうか、本当になんか、あの、ダンスだけ、はい、いつもね、やってるんだけど、なんか、あ、カラオケもいいかもって。いいですよ。めっちゃ思いました。大好き。して、この間、あ、また、昨日ですね、うん、まあ、3連休だったんですけど、私はちょっと3連休ではなかったんですけど、うんうん、昨日あのホロホロの森、はいはい、リエ行ったっけ？私行ってないですね。あの北部はちょっとなんかね、うん、混み合うかなみたいな感じがあったので、うん、あの南部に行って、うん、ホロホロの森っていうところ行ってきたんですよ、うん、それとギーザバンタ。ギーザバンタ、うん、初めて聞いたかも。ギーザバンタって、うん、あの何あれ、サザンリンクス、はいはい、サザンリンクスのなんかを見上げ、なんていうか海から見て、あの滝が流れてるんですね。いいですね。すごいなんかダイバーがしかなんか見えない、なんていうか、そこにちょっと、はい、お友達と行ってきました。素敵。すごくなんか感動してもらって。いいですね。そうそう、たまには南部もいいかなっていう感じで。あ、いいですね。なんかね、まだだから沖縄で行ったことないところって意外とあるんですよ。意外あると思います。うん、はい。だからね、私はこの、なんていうのかな、コロナの時にね、あの、まあ、内地行けない分っていうかね、あの沖縄のいいところも、はい、と思っていろいろ探して行ってきた感じで、それをまた友達を誘ってまた行ってきました。いいですね。あのちゃんとお弁当も作って、うん、あ、いいなって感じですね。3つのお弁当美味しいんですよ ね、はい、ねえ、なんか楽しいですよね、うん、毎日なんか楽しくて、あ、最高ですね。いいですね。感じです。いろいろね、なんかまた、はい、たくさん入ってきてます。入ってるのでちょっと読みましょうかね、はい。あれどこからだろう。高坊さん。あ、ゆうり。できた、もっとだね。お疲れ様ですから。高坊さん、こんばんは。はい、こんばんは。久しぶりですね。はい、先週がね、あの収録だったので。うん、はい。秀樹かねこさんは、初めましてですかね。はい。ありがとうございます。FM 横浜と雰囲気違う。今日はですね、うん、あの、ちょっと工事中で、うん、そう、それでちょっとあの収録をするスタジオでいつもは、うん、はい、やってるんですね。なのでちょっといつもはもうちょっとあのちょっとなんか勝手が違うんでね。そうそうそう。今日はこの部屋だけが明かりがついてるみたいな。そう、狭い部屋でお送りしてます。ね、どんな感じで改装になるかね、とっても楽しみですね。ね、あの改装中で、はい、あの聞いたら私の知り合いがなんかデザインして、ね、そうそう、さっき聞いたんで、そう、それをちょっとフェイスブックで見つけて、え、そうだったのと思って、うん、そしてコメントしたんですけど、ね、はい、楽しみです。あ、今日のテーマね、言っといた方が、あ、そうだ、先に言いましょう。今日のテーマはアロマ、うん、好きなアロマ、好きなアロマ、アロマの活用法、はい、皆さん
どしどしコメントお願いします。はい、お願いします。はい、ユーリンからも来てます。お疲れ様。あ、ユーリン大阪にいるんですね。ね、大阪何してるんですかね。大阪は寒くないですよ。なんとなんだろう。ちょっと今日昼間は暖かかったけどね、ちょっとまた夜は冷えてますね、沖縄はね。ね、そうそう、うん、私そうだ、あの旧正月、はい、いとま旧正月だったので、行ってきました。だからすごく風が強くてね、あの、旧正月で海のすぐそばなんですね、この、してやっぱり旗頭とか本当に立ってて、なんかすごく風が強くて、ちょっと写真撮ってもね旗頭が綺麗に見えなくて、感じでね。でもなんかいとまは本当にうちの実家は全然本当にあの新正月しないので。ああ、そうなんですね。旧正月が、はいはい、本当にお正月って感じで。そうなんですね。糸満ならではで。なんか10年後ぐらいに、旧暦が分かんなくなるみたいな話をちょっと。旧暦を、なんかこう、なんていうんですか、こう、作ってるじゃない。監督してるようなこのところが、今ないらしくて、こうなんか順当にこう行って今やってるんだけど、それがちょっとズレが出てくるので修正しないといけないらしいんですよ。でそれが10年後ぐらいに、どこがやるのみたいな話に今なってるらしくて、だから旧暦がなんか今、詳しい方誰から連絡ください。なんか危ういみたいな話を聞きましたけど、どうなってるんでしょう。沖縄旧暦ないとやばいですよね。本当に。はい、でユージンさんお疲れ様、高保さん三者面談みたい。埼玉の川さんありがとうございます。はい、トロンボさんの三つ子さんも来てますね。こんばんは。テーマのアロマ活用法ラインしてます、見てね。今夜はよろしくお願いします。、はい、よろしくお願いします。はい、高坊さん感染はゆっくりだったんでしょうね。ノロノロと。なるほど。なるほど。沖縄大好きさんこんばんは、しばらくぶりっす。あ、お久しぶりです。みつこさん、先週はハワイマウイ島火災への支援チャリティーショーに出演してきました。3つにヘアメイクしてもらい歌ってきました。 FM キノワンからも協賛いただきました、ありがとうございました。はい、ゆうりん、私は昨日から大阪に来ててお芝居かな見てきました、面白かったですよ。遊びに行ってるんですね。高保さん、マイクを握ったら離さない派。さっきの、ね、3つ離さない派になっちゃったかもしれない。三塚さん、三つは先日のカラオケで殻を破ったよ。お、殻破ったんですね。すごい。あのね、行った4名で行ったんですね。はい、4名か。あ、5名だね。5名だ。先生も合わせてね。で、2人が歌う派、歌わない派の2人で行ったんですよ。そしたら、歌わない2人が歌ったんですよ。珍しい。だから、すごいこの先生、なんか、もう、なんか歌わせ上手みたいな。そうそうそう。いや、行きたかったな。教えてほしい。めっちゃ楽しかった。ね。で、たくさん歌えたので、これからが楽しみです。高坊さん、皆さんのカラオケとかけて、藤井聡太八冠と徳、その心はどちらも一曲が楽しみです。あ、座布団。沖縄大好きさん、山田くん、5枚やろう。あ、もう5枚、6枚目ですね。坂坊さんの FM ギノワンの工事中の番組とかけて、私の仕事と徳、その心は収録で挑んでます。あ、収録ね。なるほど、なるほど。高坊さん、うまい。一曲も収録もすごい。座布団3枚あげるわ。座布団飛んでますね。ありがとうございます。合計8枚もらったぜ。皆さん、ですね、今日のテーマは、アロマということでですね、三つ子さんの方からですね、コメントもらって読みますね。実は感情をすぐコントロールできる方法は香りです。自然の香りがもたらす心と体の癒し、それがアロマテラピーです。アロマテラピーとは、ハーブなどの植物から抽出した精油、エッセンシャルオイルの香りと、その成分が心や体の不快な状態を良い方向に導く自然療法です。
誰もが持っている自然治癒力を高めるためにハーブの心地よい香りを試してください、うん、あらゆる感情に対するアロマの活用法、みっちゃんのおすすめは、おすすめアロマはラベンダー、うん、ローマンカモミール、レモン、ペパーミント、常備薬の代わりにアロマを活用していますよ、うん、怒りの気持ちを鎮める、ローマンカモミール、ジャーマンカモミール、ローズ、ペチパー、うん、ペチパー聞いたことない、あ、カッコラベンダーになってる、ペチパーじゃんですね、うん、ベルガモット、パチュリー、バチュリーかな、バチュリーかな痛みを和らげる、痛みを和らげるもあるんですね、パーチ、クローブ、ローズマリー、ラベンダー、ローマンカモミール、セージ、クラリセージ、ヘリクサム、ペパーミント、バジル、イライラに用いるサイプレス、ローマンカモミール、ジャーマンカモミール、コリアンダーネロリ、イランイラン、メリッサ、ラベンダー、うつ病に用いられるローマンカモミール、レモン、ベルガモット、グレープフルーツ、オレンジ、ジャスミン、イランイラン、ローズ、ネロリ、ゼラニウム、ヘリクリサム読めない、ユーカリ、サンダルウッド、クラリセージ、マジョラム、ラベンダー、フランキンセンス、恐怖に対して用いる、そんなのもあるんだ、サンダルウッド、ローマンカモミール、サイプレス、ペチパー、レモン、ベルガモット、オレンジ、シダーウッド、ネロリ、バジル、フランキンセンス、クラリセージ、ラベンダー、うん、否定的な孤独感に用いる、ベルガモット、ヘリクリスム、ローマンカモミール、ネロリ、ヒステリーを和らげる、ローマンカモミール、ペチパー、ベルガモット、ローズマリー、ネロリ、ペパーミント、ラベンダー、マジョラム、神経衰弱に用いる、ラベンダー、クラリセージ、レモン、オレンジ、ローマンカモミール、ゼラニウム、ネロリ、ヘリクリサム、ドラウマに対して用いるタイム、ラベンダー、ゼラニウム、レモン、マジョラム、クラリセージ、ローマンカモミール、以上。はあ、すごいですね。結構なんかどれにでも入ってるっていうのが結構、うん、なんか ね、やっぱりなんかアロマってすごく私ね、昔からね、はい、いいよいいよって聞かれてても、うん、なんかあんまりなんか自分でね、はい、体験しないとなかなか分かんなくて、あの商工会女性部で前にあの、はい、宮崎かな、宮崎に行った時にですね、うんうん、この宮崎の、ヒューガナツ、はい、うん、それを使ったアロマを、うん、あのこの女性部が考えて売り出ししてたんですね、はい、でその時にあってなんかすごい柑橘系でいい香りだなと思って私精油買ったんですね、はい、してなんかスプレーとかもいろいろあったんだけど、うん、一つだけ、うん、それで、まあ、長くねあのなんてバスに乗ってたんですよ、はい、あの移動時間がずっとバスで、うん、結構のあの座ってたので、はい、気分がちょっとね、うん、あバス酔いっていうかね、うん、そんなに感じになってたら一人の方がこのアロマをちょっとスプレーしたんですよ、はい、あのこのバスの中にパーンと一瞬でよもうなんかこのバス酔いが治ったんですよ、すごい、うん、だからねやっぱりあのこの香りとかって 0.2 秒で脳に届くらしくて、うん、だから人それぞれね好きな香りっていうのがあるんですけど、はい、やっぱりそのね匂いをねあの自分に合った精油でたら本当にあの効くんじゃないかなと私すごく思って、うん、はい、うん、今ではやっぱりエステしながら私のお客さんには好きな香り一応とりあえず聞いてもらって、はい、どの香りがいいかってあの書いてもらってですね、うんうん、それから使うようにはしているんですけど、うんうん、本当になんか、うん、してこの間船ね、うん、豪華客船の旅この間もねお話ししたんですけれど、うんうん、その時にやっぱり船全然ね、あの酔わないよって言ったのに、うん、大きい船だからって、うん、結構揺れたんですね、うん、でその時に私も全然準備もしてなくて、はい、だからあの友達が持ってたのがね、うん、ラベンダーとジンジャーの、はい、香りのジンジャー、生姜ですね。それをね、うんうん、あのこの、マスクの、うん、もう私持ってないからちょっとここに垂らしてって言って、はい、マスクにやったんですよ。したら本当にもうこれだけですごく
もう酔いが覚めました。すごい。だからすごいなと思って、即効性がすごいですね、うんうん、本当にすごいなと思って。みつこさん、たくさんのアルマがあるけど、うん、ラベンダーが一番活用できるので、うん、カッコで印しました、うん、なるほど。確かにこの、ね、うん、調べてみたら、このラベンダー、うん、酔い止めの薬、酔い止めのアロマっても書かれてたので、うん、そうなんですね。そうそう、いろんなのに、まあ、癒しのアロマでもあるし、うん、高本さん、うん、アロマの煙とかけて強いお酒、うん、泡盛と解く、その心は漂います。ただ酔います。なるほど。みつこさんは、みっちゃんは生態治療院を15年会員していました。その時アロマを活用していましたので、うん、効能がすごいのです。うん、ゆり、ね、好きなアロマは柑橘系かな、うん、ベルガモットが好き。ティーツリーとか森林系もいいかな。うん、ティーツリーはなんかね、うん、殺菌効果が高いとかよく言いますよね。みつこさん、体調崩しているのはその時の感情が影響しているので、うん、コントロールできるアロマテラピーとしてフランスでは医療の現場で使われています。うん、いいですね。高坊さん、アロマの香りとかけて大量に出す郵便と解く。その心はどちらも効能が良いでしょう。効能と効能。うん、後で支払う方の効能ですね。大量に出す指輪の効能。あれですね。山田くん 79.7 枚上げてくれ。上向きのあんだ。79.7。たくさんも今日は座布団飛び交ってますね。で、私も、ミッツに教えてもらったんですよね。母がちょっと認知症を、はいはい、心配している時に、4種類、アロマを買って、それもやっぱりラベンダーとレモンと、あと、なんだっけ、カモミール、カモミールじゃない、なんだっけ、オレンジと、ローズマリー。ローズマリー。ローズマリーとオレンジ。はい。これをちょっと使い分けてっていうことをやって、そしたらね、やっぱ母もね、いい香りがしてるから気分よくなって、うん、ね、なかなかちょっとお風呂に入れなかったりとかも体力弱って、うん、そうだったんですけど、やっぱりいい香りがするとやっぱ気分よくなってっていう、うん、はい、そういうのありましたね。なんかね、認知症とかでそういうのにね、うん、いいアロマとかって ね、はい、ね、私も体験して、はい、うん、そうそうそう、それを聞いて私もすごいと思って、うん、すぐね、取り入れてみたんですけど ね、0.2 秒です、うん、すごい。みつこさん、ローズマリーだよ。え、取り上げるんかい。あ、そっか、取り上げるんだったのね、この79.7枚は。じゃないや、沖縄大好きさんが山田くん全部持ってってくれな。え、アロマとハーブどう違うの？ですね、多分ハーブを使って、抽出した、オイルがアロマオイル。なのかな？ハーブはあれですよね、ちょっと香りの強い植物っていう、結構大きな括りになってるかと思います、はい。沖縄大好きさん、本家の春風亭昇太師匠は沖縄に来てて、今日公演やってるという、あ、そうなんですか？聞かれてたらどうしよう。翔太さんの座布団隠してしまえ。ハーブは植物のことで、その抽出したのがアロマです。あ、大体合ってましたね、私。やった。なるほど。はい。で、そうですね。来週のはまだ早い、うん、来週の、あれはね、テーマを決めたんですけどね。何でしたっけ、いに行く。2月19日、まるまるに行く。どこに行く行きたい場所とか、行くことが決まってる場所とか、あったら教えてください。はい。ダジャレ、キャンさんのダジャレで決まりました。バラしました。沖縄大好きさん、結論、どちらも癒し。なるほど、ありがとう。みつこさん、受験シーズンに効果があるのはペパーミントだよ。確かにペパーミントすごく良かった、ね、ちょっと目が覚めるというかね、頭はっきりしそうですね。確かに確かに。沖縄大好きさん、メモ。可愛い。絵文字が可愛いですね。はい、
ということで、ね。ね何ね、はい。皆さん、チョコもらうあてはありますか？コケごっこにもらいに来てください。2月14日生まれているから、近くにいる？そうですね、私の友達が3月14日がいます。私の友達は、なるちゃんがね、あ、15日。惜しいチョコあげよう。ね。でも、はい。ダンス行くでしょ？あ、ダンスね。はい。今月から行くって言ってたのにね。あれ？おかしいな。そうそう、だから、ちょっとみんなにチョコを持っていこうかなと。そうですね。はい。トロンボーンさん、まるまるに行く。明日仕事に行く。だから、14日から、うん、また豪華客船、同じ船に乗る。はい、豪華客船ベルシマ、はい、14日から乗る方もいるんですよ。あ、そうなんですね。うん、そうそう、お友達で、お友達、うんうん、うちのお客さんもだからね、いろんな情報、はい、与えました。あ、そう、いいですね。事前にこう情報知ってるのと、うん、なんかね、この間新聞に、うん、ベルシマ情報があったんですよ。うん、すごく20秒です。はい。めっちゃね、安くで、私たちが行った時より安い。そうなんですね。69,800円で7日間。ああ、最高。それが帰りは飛行機。7日間長え東京から飛行機。そうなんですね。という形で。と思ったら、なんか150名だけ募集らしくて、はい、もう多分埋まっちゃったかもね。ね、ちょっとね、って感じですね。終わっちゃったかな。喋りすぎごめんなさい。はい、たかぼさん、沖縄大好きさん、みつこさん、して、新しい人いましたよね。そうそう。ちねさん。じゃないよ。じゃないよ。何さんだったかな、もう。ねえ、トロンボー様、ありがとうございます。あ、そうだ。金子さん、ありがとうございます。はい、また来てください。ありがとうございます。来週のテーマは、どこに行く？に行く、まるまるに行くがテーマです。よろしくお願いします。さよなら。来週。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では大丈夫？食べましょう。はい、お願いします。また